20シリング紙幣シリングはケニアの通貨。ISO4217 の通貨コードは KES、通貨記号は KSH で表される。補助単位は100分の1の1000と。東アフリカシリングに代わって1966年に10日で導入された。東アフリカの中では最も安定した強い通貨であり、国外ではソマリア、南スーダンといった。 情勢不安定な地域で使用されることが多い。1966年に最初の硬貨として5、10、25、50セント、1、2シリング硬貨が発行された。このうち25セント硬貨は1969年以降鋳造されず、2シリング硬貨も1971年を最後に鋳造を停止。 新たな効果は1985年に後シリング効果が導入されたことに続き、1994年に10シリング効果、1998年に20シリング効果が導入された。1966年から1978年の間に発行されたすべての効果は表に。 ケニア初代大統領ジョモケニアッタの肖像が描かれ、1980年から2005年の間に発行された硬貨は、第2代大統領ダニエル・アラップ・モイの肖像が描かれた。現在発行する新硬貨のデザインは、再び、ケニアッタの肖像に戻されている。50セント、1シリング硬貨は、ステンレス製。5、10、20シリング硬貨は2種の金属からなる。 バイメタル化である。また、国家独立40周年を記念して2003年に発行された40シリング硬貨もバイメタル化で、肖像には大統領ムワイキバキが描かれた。1966年、ケニア中央銀行は第一次紙幣として5、10、20、50、100シリング紙幣を発行した。そのうち5シリング紙幣は1985年に5。 シリング効果が導入されたことに伴い造兵を停止。それと同様の理由で1994年に10、シリング紙幣、1998年に20、シリング紙幣の造兵が停止された。第一次紙幣以降の新紙幣は1986年に200シリング紙幣、1988年に500、シリング紙幣、1994年に1000。 シリング紙幣が導入された。効果と同じく紙幣の肖像も1978年までジョモケにあった。1980年から2003年までダニエル・アラップ・モイが描かれ、2003年から以降に発行されている50、100、200、500、1000シリング紙幣のデザインもジョモケにあったの肖像に戻されている。また、2003年に 国家独立40周年を祝った200シリング紙幣がデラルーによって、ナイロビで造幣、同年12月12日に発行された。ありがとうございます。